ボーカルメロディーを入力したら歌詞を入れて、ミクが歌ってくれた。まだベタ打ちだし、曲もみんなで作ったやつで、私がちゃんと作曲したものじゃないけど、やっぱり嬉しいな。よし、次はパラメータをいじって。うん、ちょっと自然な歌い方になった気がする。頑張って調整すれば、あっちのミクみたいにかっこよく歌ってくれそう。あとは曲だな。私も一から作曲できるようになってみたいけど、なんかイメージしたものがちゃんと音にならないんだよね。そう考えるとやっぱりサキはすごいな。いつも私たちらしい曲を作ってくれるし、私が先に歌詞を作った時もぴったり合うメロディーを乗せてくれる。早く私もサキみたいにレオニードの曲を作れるようになりたいな。ミク、練習付き合ってくれる？それでサビ前はこれから盛り上がるぞっていう感じを出して、うんうん、これならサビとのつながりもいいし、イメージ通り。この曲でレオニードのまた新しい一歩を。うわー、もうこんな時間、世界で練習する約束してたのに。あー、早く行かなくちゃ。楽譜楽譜。ごめんみんな、次の曲のこと考えてたら遅くなっちゃった。あ、サキちゃん。すごくいいタイミングだね。うん、まるで狙ってきたみたいだったよ。何かあったの？ああ、ちょうど今シフッチから新しいライブハウスの話を聞こうとしてたとこだったんだ。お前な、今俺が話そうとしてただろ。だって早く話したかったんだもん。誰か言っても同じでしょ。ふっ、二人とも落ち着いて。新しいライブハウス、それって、あ、前に次は違うライブハウスでやるのもいいかもって話してた。あれ、もう場所決まったの？まったく、来たと思ったら騒がしいんだから。昨日ライブハウスのことを店長に相談したら、良さそうなところを教えてくれたんだ。客層とか雰囲気はいつものライブハウスと結構違うけど、レベルの高いバンドが多く出るから経験が積みやすいかもって。ここなんだけど。あら、なんだかおしゃれなフライヤーね。ほんとだ。場所は渋谷だけど、駅からはちょっと離れてるみたい。確かこの辺りって暗い路地が多いけど、小さなライブハウスがたくさんあるから夜は結構にぎわってるよね。うん、路上で音楽かけて踊ってる人もいたりして、終電を逃しちゃった人とか行き場のない人のたまり場にもなってるみたい。へえ、眠らない街って感じで面白そうだね。なんだかいつものライブハウスとは結構違いそう。レベルが高いって言ってたけど、出演者もベテランのバンドが多いの？もしかしてプロの人たちも出てきちゃったりとか？フライヤー見た感じ、そんなに大きくないところみたいだし、それはさすがに。
いや、凛の言う通りだよ。そうなのか。まあ正確に言うと、いくつかの事務所に声をかけられてるバンドがよく出てるらしいんだ。しかもそのバンドの中には私たちと同い年くらいの子たちもいるんだって。私たちと同い年なのに事務所に声をかけられてるなんてすごいね。うん、純粋にその子たちの演奏を聞いてみたいな。そうだね、聞くだけでもすごく勉強になりそう。確かにそんなすごい人たちも出るところならやってみたいなって思うけど、そういう人たちと同じステージに立つのはちょっと緊張しちゃうかも。そこまで緊張しなくてもいいでしょう。私たちは一番最初のライブでスタンドアウトの前座をやったんだから。それはそうだけど、あの時はいおりさんたちのことよりしほちゃんのことで頭がいっぱいだったから。そうだね。ま、実際どうするかは私一人で決めることじゃないからね。ライブハウスが変わればお客さんの求めるものも違ってくるから結構な挑戦になるけど、私はやってみるのもいいと思う。みんなはどう？私、やりたいな。さきちゃん、そんなすごい子たちと一緒にやれるなんてすごく楽しそうだし、それに私たちと同じくらいなら友達になれるかもしれないでしょ。いいアドバイスとかもらえるかもしれないよ。さきの言う通りかも。演奏の勉強になるだろうし、私もやってみたいな。でも不安な気持ちもわかるから無理しなくても。ううん、大丈夫。そうだよね、プロを目指してるんだから。これからすごい人たちと出会ったり同じ場所で演奏しなきゃいけない時もあるよね。怖いって考えないで、勉強になるって思って挑戦しなきゃ。ほなみ、決まりだね。やったー、新しい場所でライブだ。お、実はね、こういうこともあるかなって思って新曲のアイデアも出してたんだよ。そうだったの？沈黙作ってたんだ、さすがさ。だからそのライブハウスでお披露目しようよ。新曲は目玉になるしもちろんいいけど、ここでのライブ2週間後くらいにしようと思ってるけど間に合うの？大丈夫、もう構想は考えてあるし、あとは私の気持ちを乗せるだけだから。気持ちを乗せる、そっか。さきはいつもそうやって曲を考えてるんだね。うん、最初の頃はいろいろ悩んじゃうことも多かったけど、今は私の経験とか今思ってることとかそういうのから考えてるんだ。そうなんだ、経験とか今思ってること。確かに前に歌詞を考えてる時に私もやってたし、次はそういう風に曲を作ってみようかな。よーし、気合い入れてキラキラな曲にしちゃうぞ。さき、楽しそうだね。次のライブ成功するといいな。新しいライブハウス、どう？
どんな感じなのかな。雰囲気がいつもと違うみたいだけど、お客さんの反応とかも変わったりするのかな。でもどんな場所でも今回のライブが私たちの曲をたくさんの人たちに届けるための最初の一歩になるんだよね。なんだかワクワクしてきちゃった。あ、そうだ、この気持ちも曲に乗せてみようっと。サビの音をもっと跳ねさせて。うん、いい感じ。これはもしかしたら今までで一番いい曲ができちゃうかも。